状況整理は終わったか。どうした？そろそろ明るくなってきただろ？ここがどういう立地か、周囲を実際に確かめてみることにする。長旅だったからな。シャワーを使っただけだ。それがあいにく、荷物を途中でほとんど落としてしまってな。あと言っておくが、俺は寝る際は何も身につけないことにしている。誰か来たようだな。出ないのなら俺が出迎えてやろう。お、あれ、君誰だっけ？人に名を聞くときにはまず自分から名乗るというのが礼儀ではないのか？ああ、確かにね。俺は大谷拓、彼女の恋人って言っちゃおっかね。この女に恋人がいるとは聞いていないが。そうなの？ひどいな。ん？それでなくても何？ああ、そっか。彼がこうして裸であることが全てを物語っていると。俺は寝取られ男ってとこかな。君をめぐり彼と争うことも許されない哀れな男。どうしてお前が俺と戦う？お前はこの女を愛しているのか？なかなか直球だね。そこは君のご想像にお任せしちゃおっかな。食えない男だ。それで宣戦布告のつもりか？言っておくが、この女はもう俺のものだ。わーお、男らしい。誤解？そう、大丈夫だって。そんな必死にならなくてもさ、ちょっと遊んでみただけだよ。俺たちは幼なじみだもんね。幼なじみ？
婚約者？さすがにそれはびっくりだな。俺とお前はいつ婚約したんだ？俺は婚約生活を楽しむゲームだとは言っていないぞ。ゲーム？ゲームって何のこと？それはだな、それで君がいいなら俺は何も言わないけど、どう？大丈夫？何が大丈夫だ。俺は悪い条件など何一つ提示していない。まあ聞きたいことも腑に落ちないことも山ほどあるけどね。とりあえず学校行こっか。ちょっと待て。このまま学校に行くつもりか？誰がそんなことを許可した？何を言っている。学校など単位が取れれば十分だ。それよりも今日は買い物の案内をしろ。どうする？学校、それから今後。何を助けるんだ。悪いようにはしないと言っただろう。俺の相手をする時以外は学校へ行けばいい。俺の機嫌を損ねていいのか？ゲームが成立しなくなるぞ。じゃあ今日はその金髪くんのお相手してあげなよ。ちょっと面白そうだしね。俺の名は金髪くんではない、スバルウォーレンだ。ん？スバル。ああ、そっか。じゃあ、大事な姫をよろしくね。スバルウォーレン君。任せておけ。そしたら、何かあったら連絡して。俺、とりあえず学校にいるから。なかなか話のわかる男だったじゃないか。気にするな。第一印象の悪い人間であるほど後々友好関係を結べたりするものだ。
ぼんやりするな。さっさと出かける準備をするぞ。おかしな店ばかりが並んでいるぞ。ない。恐ろしく統一感のない場所だ。忙しいことこの上ないな。もう少し落ち着くということはできないのか。いろんなものを一度に買いたければデパートでもネットでもいいじゃないか。確かにそうだ。とりあえずこの店に入る。服を手に入れたいからな。早くついてこい。これでお前たちと一緒だ。普段の生活でスーツを着ている学生はいないようだからな。似合っているのは当たり前だ。俺は何でも着こなしてしまうからな。これで完璧だな。どうだ？俺もこれで一般的な庶民に見えるだろう？何？これは違うのか？じゃあ次は美容院だ。どこにあるか案内しろ。今すぐだ。なんだと？それを早く言わないか。行くぞ。
この服は快適だ。歩くと髪がいちいち揺れるんだが悪くないぞ。自分のやりたいことをやりたいようにやりたい時間にできるというのはとても楽しいものだな。ああ、いつも分刻みのスケジュールで追い立てられていたからな。こんな時間が許されるとは。自分を偽らないでいいのもいいな。自由の国日本万歳といったところか。どこが変なんだ。ちょっと待って、あれはたこ焼き。あれがたこ焼きか。食べてみるぞ。これは食べるほかない。ない。一つ買うぞ。マーヨータコというやつをな。マニアックか。ネーミングが面白いから行ってみただけだが。マヨタコもいけるよ。兄ちゃんたち二人で仲良く食べな。そうか、じゃあマヨタコにチャレンジしよう。どうもありがとうね。金髪の兄ちゃん、彼女可愛いね。大事にしなよ。女の扱いについては問題ない。これはどうやって食べるんだ。こんなものを手づかみで食べるのか。爪楊枝。おい、食べさせてみろ。何をおかしな顔をしている。俺は生まれてこの方、食事するのにこの道具を使ったことがない。俺が爪楊枝を使ってたこ焼きで火傷をしてもいいのか。いちいち文句ばかり言わずともいい。早く食べないと冷めてしまうだろう。これは。おいしいぞ。不思議な味だ。マヨネーズがグラタンのようになっている。
こ焼きというものか。いや、マヨタコ。マヨタコ。マヨネーズたこ焼き。学校？お前、そんなに学校が好きなのか？そんなものは飛び級で卒業した。よし、俺も学校へ行ってやってもいいぞ。日本の学校を見てみたい。当たり前だ。アメ横とやらも満喫したし、次は日本の高校というものに直に触れてみることにする。遅いじゃねえか。ああ、昼休みだし。お前は？遅刻とか珍しいじゃん。って、てか、その外国人だ。どうした？内緒の話か？そんなことしなくていいって。こんな大金どっから？何をこそこそやっている。お前、その小切手をどうするつもりだ。なんだよお前。なんだよとはなんだ。俺は俺の小切手の行方を見ているだけだ。お前の。こんな金いらねえよ。そもそもこいつ誰だよ。俺見たことねえし。俺もお前など見たことない。それにその金をお前にやるとは言っていないが。なんかムカつく野郎だな。おい、こいつどこのドイツだよ。落ち着いてるし。キャンキャンうるさいやつだ。頭の悪い子犬のようだな。なに？お前こそチャラチャラと髪の色ゴールドにしやがって。この髪の色は生まれつきだ。わざとしたわけではない。なんだよ、なんちゃってセレブ。てめえの金自慢かよ。別に俺お前なんかに助けてくれなんて言った覚えねえし。こんなもの。
喧嘩はいけません。何者だ？不思議な笛を持っているな。何者とはお言葉ですね。僕は平和の使者。そしてこれは天海学園の皆さんの平和と秩序を守るためにある幸せの笛なのです。ほう、そんなにすごい笛なら俺にもちょっと吹かせてみろ。ダメです。僕と会長以外触れてはいけません。ん？笛よりその紙の方が不思議だな。やけに珍しい飾りをつけているじゃないか。この紙は飾りじゃなくて本当の髪の毛です。日本の学園にはおかしな髪の生徒がいるな。あなた外部の人ですよね。外部の人が来るという話は聞いていません。無断で校内を徘徊するのは許しませんからね。ではお前も許されないな。外部の小学生だろうからな。我らがミキティに何ということを。許せん。ミキティの害になる奴は徹底排除だ。しかもイケメンがいたずらにミキティの周りをうろうろしてはならん。なるほど、そうか。ミキティに抗った罪で連行させていただく。この場に現れたことをあの世で後悔するがよい。望むところだ。我が校でああいう態度を取るからです。相変わらずミキティのファン怖えよな。お昼の騒動大変だったみたいだね。大変つうかさ、あの金髪意味わかんねえし。別にお前のせいじゃねえし。だよね。でもさ元気、ちょっと話は聞いたけど、そもそもどうしてそんなにお金が必要なの？他のみんなにはとりあえず秘密にしといてほしいんだけど。それ本当？
またまた。って、本当みたいだね。思った以上に遠方だ。そっか。お金ね。けどさ、元気の気持ち、俺はなんとなくわかるかな。気持ちは嬉しくてもさ、別の男の金だって思うと、あんまりいい気分じゃない。だよね、元気。なんか、面白くないなぁ。あのスバル・ウォーレンくんって、ただ金持ちの道楽でゲームしてるだけでしょ？だから、正々堂々と戦う必要なんてないんじゃないかな。え、なんだそれ。どういうことだよ。どうやら、2週間以内に、スバル・ウォーレン君を落とせたら、あの小切手が入るらしいよ。なに？そんなの俺が許可しねえぞ。まあまあ落ち着いてって。だから逆にあいつの弱みに切ってお金だけ奪っちゃえばいいじゃない。そもそもゲームなんて言っちゃってさ、君をもてあそぶやつなんだから、少しくらい痛い目にあっても仕方がないんじゃない？悪いことしないって。ちょっと懲らしめてやるだけだよ。俺はいつでも君の味方だよ。じゃあ作戦会議と行こっか。これなんだ。メイド服とチャイナ服に見えるんだけど。ご名答。実は今年のエロゲー部の出し物はイメクラ喫茶って案もあってさ。そんなのせいちゃんが許可出すのかよ。ほらほら、そこはちゃんとせいちゃんじゃなくて藤丸先輩、もしくは藤丸会長って言っておかないと。どこで聞かれてるかわからないよ。そうだった。ま、それに予定としては女装だからそんなに問題ないんじゃないかな。でしょ？サービスするからちゃんと来てね。おい、それはそれとして、その服をどうすんだよ。あ、まさか。あれ？珍しく元気ってば、鋭い感じ。もちろん色仕掛け、これしかないでしょう。はあ？